僕この番組でもよく言うけど、はい、スポーツとメディアの融合をしっかり考えなきゃいけないのが、プロ野球選手で、はい、よく時々いるやん、シーズン中はってコメント断る人、はいはいはい、もうプロやめと。おプロ野球選手は良くも悪くもちゃんとコメント残してファンの人たちに届けなさいと、はい、俺そういう意識持ってる。あ、もうガンちゃんはね、そのもう先を言ってましたからね。パリーグやで、もうテレビ映してラジオ出してってずっと俺自ら営業したもん。そうですよね。そうやで、まあ、パリーグをねそれこそね広めようっていうことであのマイドが出ましたよね。そうやで、予告先発の登板の日に球場出て行った瞬間に、はい、今日思いっきりエピチングするからみんなちゃんと取り上げてやって俺メディアに言ったぐらいやから、ね、ああなるほど、 NHK さん頼むでって俺言ったぐらいやね。ああ自分だけじゃなくって、まあファイターズそしてパリーグとね、ハイライト分厚く作ってやって、そんな野球選手おるかいませんね。うん、ハイライトを知ってたんですか。うん、ほんでヒーローインタビューで前言うからそこ最後締めくくってやって、そんな試合前に言うやつおるか。なかなか言いませんけどね。それ言ってちなみに登板はどうだったんですか。いやだから成立してるから今あの動画サイトでもよう上がってるやん。ああなるほどなるほど、やろう、うん、その時に限って打たれたとか言うわけじゃないんですね。そういう試合もあるんですか。そういう試合もある。そうやってね自分で自分にプレッシャー与えて頑張ろうっていう気になってたわけよ。やっぱり有言実行というか言葉を言うとやっぱプレッシャーかかるもんですか。僕一回ね、まあ、書き初めみたいなので書いてくださいって言われたんで、はい、有言実行って書いたの覚えてるもん。ああそうやんか。結構言わずにことを達成しようという、うん、有言実行の人もいる、ね、いるし、うん、なんか自分の中ではそういう目標とかあるけれども、うん、まあそれは自分の中で終わった後に、振り返る照らし合わせるもので、うん、口には出したくないっていう選手もいたりとか、うん、まあいますけどもね、その、うん、どんな競技に限ってもね、うん、いろいろな競技に含められますけども、はい、まあそれでもやっぱり違うもんなんですね。そう、あの自分で高めなきゃいけない部分もあるし、アスリートはね、はい、でね最近こうやってあのプロ化になった最近の種目もあれば、はい、で歴史のあるプロ野球のような種目もあります、はい、でねメディアの仕事こんだけ長くやっててサッカーが、はい、やっぱり勝っても負けても、うん、ちゃんと監督がインタビューゾーンで一日のインタビューを受けるっていう習慣があるのよ、サッカーは。はいはい、でも野球だとあかんかった場合今日は勘弁してっていう人も中にはおるやんか。うん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 、まあ、それはええのか悪いか別で、うん、やっぱねそのあたりプロ野球からすると後からプロ化になったサッカーがあるけど、はい、メディアそしてファンの方々に対する発信っていうのは、はい、まあ、結構ちょっと見習ってもいいんじゃないかなと思う部分もある。なるほどなるほど、うんうん、結構言わずにことを達成しようという、うん、有言実行の人もいる、ね、いるし、うん、なんか自分の中ではそういう目標とかあるけれども、うん、まあそれは自分の中で終わった後に、振り返る照らし合わせるもので、うん、口には出したくないっていう選手もいたりとか、うん、まあいますけどもね、その、うん、どんな競技に限ってもね、うん、いろいろな競技に含められますけども、はい、僕この番組でもよく言うけど、はい、スポーツとメディアの融合をしっかり考えなきゃいけないのが、プロ野球選手で、はい、よく時々いるやんシーズン中はってコメント断る人、はいはいはい、もうプロやめと。おプロ野球選手は良くも悪くもちゃんとコメント残してファンの人たちに届けなさいと、はい、俺そういう意識持ってる。あ、もうガンちゃんはねそのもう先を、うん、その時に限って打たれたとか言うわけじゃないんですね。そういう試合もあるんですか。そういう試合もある。そうやってね自分で自分にプレッシャー与えて頑張ろうっていう気になってたわけよ。やっぱり有言実行というか言葉を言うとやっぱプレッシャーかかるもんですか。僕一回ね書き初めみたいなので書いてくださいって言われたんで、はいはい、有言実行って書いたの覚えてるもん。ああそうやんか。あ自分だけじゃなくて、まあ、ファイターズそしてパリーグとねハイライト分厚く作ってやって、そんな野球選手おるかいませんね、うん、ハイライトを知ってたんですか、うん、ほんでヒーローインタビューで前田を言うからそこ最後締めくくってやって、そんな試合前に言うやつおるか。なかなか言いませんけどね。でそれ言ってちなみに登板はどうだったんですか。いやだから成立してるから今動画サイトでもよう上がってるやん。あーなるほどなるほど、やろう言ってましたからね。パリーグやで、もうテレビ映してラジオ出してってずっと俺自ら営業したもん。そうですよね。そうやで、まあ、パリーグをねそれこそね広めようっていうことであのマイドが出ましたよね。そうやで、予告先発の登板の日に球場出て行った瞬間に、はい、今日思いっきりエピチングするからみんなちゃんと取り上げてやって俺メディアに言ったぐらいやから、ね、あーなるほど、 NHK さん頼むでって俺言ったぐらいやね。